さあ続きまして第6試合です。リオンたけし VS 朝倉未来両選手の入場です。さあファンも注目しているこの試合です。まず朝倉選手68キロ契約です。はい、朝倉選手、67.95 契約です。クリアしました。ライジン MMA ルール肘あり5分3ラウンド、まず朝倉選手クリアです。さあ続きましてリオンたけし選手。はい、リオン選手、67.75 クリアです。クリアしました。それでは両者前に出ていただきまして、正面を向いての写真撮影です。ファイティングポーズお願いします。朝倉海選手とともにお兄さんのミクル選手も登場です。兄弟で出場します。平成最後のやれんのか。相手はリオンたけし選手、このライジン待望の選手となります。待っていたファンも多いでしょう。この2人が対決を明日迎えます。拍手は必要ありません。明日ゴングを迎えます。